あ、こんにちは。こんにちは。お、神尾教官がドローンをいじっております。さあ、そしてこちらには、お、吉田教官、はい、こんにちは。こんにちは、北海道のドローンスクールジャーバック北海道の教官の吉田です。こんにちは。いやいやいや、吉田教官、何かご報告があるって聞いたんですけど。そうですね、この間ですね、ドローンサッカー、はいはいはい、北海道大会第2回やりましたね。第2回ドローンサッカー大会、ファクトリーで、はい、そうです。前回ね、我々優勝してたんですよ。そうですよね、ダントツの優勝でしたよ。ダントツの優勝でしたね。今年もですよね。今年はですね、はい、第3位。いや、負けてるじゃないですか。負けました。敗因は、いや、もうやっぱりね、ドローンサッカーの普及に伴いましてね。確かに確かに、皆さん触れる機会多くなって。そうですよね、この1年ですごい普及されましたよね、はい、すごいありがたいことなんですけど、やっぱりね、周り強くなっちゃう。我々はね、弱くなってるわけではないですよ。弱くなってるわけでは決してないんですけど、周りのね、成長速度が残されてしまいました。次回はぜひね、またね、優勝返り咲けるように頑張りたいと思います、はいはいはい。またあれですよね、練習場でも。そうですね、練習場空いてるときはね、ぜひね、皆さんも練習していただきたいので、ご連絡いただければと思います。はい、わかりました。概要欄の方にね。そうですね、概要欄の方に、ここじゃないのか、載ってますからね。載ってますね、はい。なんかドローンサッカー大会の、はい、なんかそうです、ムービーみたいなのが、はい、PV おできましたので、ええ、それもね、ぜひ見ていただこうと思います。ではどうぞ。スタート、猛ダッシュを決めました。一気に飛び立ちました。